皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらカップヌードル45周年商品カップヌードルビッグ謎肉祭り食べながらね紹介したいと思います。もうすでにねこちらの謎肉祭り食べたよって方もね多いんじゃないかと思います。僕もね本当は今週の月曜日にね買いに行っていつ食べようかなと思ってたんですけども、ちょっとねいろいろ予定がありまして少しね遅くなってしまいました。なので今回はこちら謎肉祭りとお家にあった普通のカップヌードル謎肉の量ね比較してみたいと思います。後ろにはねカップヌードルはおかげさまで45周年、感謝の気持ちを込めてカップヌードルの人気具材である謎肉を通常の10倍入れましたということでね、あのカップヌードルビッグとの対比だそうなんですけども、まあ普通のカップヌードルの10倍以上はねこちらに謎肉が入っているというね想定でちょっと調べていきたいと思います。かなりねワクワクしてきますね。では早速、はい、両方開けてね謎肉の量を比較したいと思います。それではねまずはじめに通常のカップヌードルね開けたいと思います。あの通常のカップヌードル何個謎肉入ってたのか覚えてないんですけども、確かカレーカップヌードルだと5つはね入ってますよね。でも通常のなんか少ない感じがしますね、この音の感じ。では開けます。まずね1個2個3個かな、3個入ってますね。はい、3個通常のカップヌードルには入っているので、最低でもねこちら謎肉祭りにはねあの30個は入っている感じですね。すっごい楽しみです。この肉30個入ってるのかすっごい嬉しいな。それでは謎肉祭り開封していきます。はい、通常のがね謎肉3つだったので最低でもね30個は入っているはずです。では開けます。皆さんと一緒に見ていきたいと思います。じゃじゃじゃん、おおすごい、なんかね謎肉いっぱい入ってます。じゃあちょっとねあの出していきます。おお、あれでも思ったよりも少ないな。こんな感じです。はい、肉だらけという感じはね、はい、あるんですけども何個入ってるのかなちょっとね数えたいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ちょっとね絵面的にね何やってるのか分かんないと思うんですけども謎肉ね、はい、ちゃんとカウントしてます。11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,10 個かな。あの大きいのと小さいのがあるんですけども合わせてね35個ぐらい入っている感じです。お、これはすごい、35個肉入ってるってね結構豪華ですね。確か1個ね218円だったかな。うん、結構ねあのお肉たっぷり食べれる、もうどうぞ乗せない、はい、じゃないかと思います。ちなみにカロリーなんですけども、カロリー1食あたりね488キロカロリーということで、まあね1日のね平均女性が1800、男性が2000だったかな。なのでまあねあの4つぐらい1日食べない限りはまあ全然ねあのカロリー的には大丈夫になっています。それでは早速ねお湯入れて作ってきます。はい、ということでねお湯入れてきました。はい、ちなみにこちら普通のね醤油味ではなくペッパー醤油だそうなんでね、あの普通のカップヌードルとはね少し味違うんじゃないかと思います。あー、いい匂いですね。久しぶりに普通の醤油のカップヌードル食べますね。はい、できたところをね見せますとこんな感じですね。ちょっと見えない見えない、はい、ちょっとこんな感じでねお肉いっぱいな感じです。見えましたかね、ちょっと映り悪いなこの角度だと。うん、ではね早速ねちょっと失礼していただきたいと思います。いただきます。あ、でもペッパー醤油といっても、うん、普通のカップヌードルの醤油に少しね胡椒が入ってるかなって感じです。うん、お好きな方は自分でねさらに胡椒を入れてもね美味しいんじゃないかと思います。じゃあいただきます。うん、でもあの美味しいです。うん、普通の醤油よりちょっとね胡椒効いてる感じでいい。あ、カップヌードルに胡椒とかね普通入れないと思うんですけど、入れるとねかなり美味しいんだ。うん、うん、で謎肉がね
ぱい入っているので、子供の頃ね、謎肉をねいっぱい食べたいと思ってた人いると思うんですよ。僕もそうなんですけども、うん、思う存分食べることができます。うん、今2つ食べたんですけども、まだねあとまあ20個以上残ってる20個以上うん、かなり堪能できると思います。なんかカップヌードル自体にもこの謎肉のね味が染み出ててね、かなり肉っぽい味もしてね、美味しいです。これ美味しい、ごちそうさまでした。ということで今回はカップヌードル45周年記念商品カップヌードルビッグ謎肉祭り食べてね紹介してきました。僕ねちょっとね食が細いのかね、通常のカップヌードルでもね結構お腹いっぱいになっちゃうので、今回のねカップヌードルビッグかなりねこう満腹な感じになりました。謎肉祭りということで、謎肉もねかなり入っていまして、こう麺をすするごとにね謎肉2つぐらい一緒に食べるんですけども、それでもね謎肉なかなか減らなくて、最終的にねスープに謎肉がねいくつか浮かんでいて、こう最初にかっこむ感じで食べたんですけども、最初から終わりまでねずっと謎肉が楽しめる感じで、謎肉ファンの方にはねすごいいい商品なんじゃないかと思います。謎肉祭り買っておいて、こういうのもなんなんですけども、ちょっとね謎肉がくどいんじゃないかとね、はい、個人的に思いました。もう謎肉いらないんじゃないかなってくらいね結構堪能した感じです。でもねやっぱり美味しいですね。普通のカップヌードル醤油とは違って、やっぱり謎肉のね出汁が出ているのと、何でしたっけ、ペッパー醤油ということで、ね、ペッパーが入っているので、ね、だいぶ味が違う印象を受けます。かなり美味しいですね。もうねこちらカップヌードルビッグ謎肉祭り食べた方ね結構いらっしゃると思うんですけども、まだね食べてない方いましたらね、これから食べてみてはいかがでしょうか。話題性もね、話のネタの話題性もありますしね、正直ね謎肉こんなにいっぱい食べれるなんて思っていなかったので、こうね子供の頃からのね夢が叶ったような感じです。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。